こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾン。大小商品でいいのかと。なんでダイソー商品で稼げるんだ。100円のものをね、そんな高く売れないんじゃないかというのをね、やっぱ当然疑問に思う方もいると思うんで、まあそれに対して説明します。まあ理屈はともかく、まあアメリカアマゾンを体験している私としてはね、まあアメリカでも普通にダイソー商品 アメリカだと1.5ドル、まあ、それが15ドルとかね、あるいはそれ以上、だからアメリカの10倍、アメリカの販売価格の10倍、あるいは日本から考えると20倍という金額で売れてる実績があったんでね、まあ、同じことが当然オーストラリアにでも起こるだろうというふうに思って、まあ、自信を持ってダイソーでまず行きましょうと言ってるんですけど、まあ、ただアメリカのそのダイソーが高いというのを経験してないとね、だって 100, 100円だろうというのを感じると思います。 これちょうどね、今、バリに行って、まあ、私自身が、ね、オーストラリアの客のような、ね、心理状態にえちょうどなった例があるんでね、まあ、それをえ元に説明するのと、まあ、日本の感覚だと逆にね、えー、その100円のものがね、えー、1000円、2000円で売れるわけがないというのも、これまた当たり前という話もね、エピソードあったんでお話したいと思います。まず、ねえー、オーストラリア、 物価の感覚はは日日本や日本や人とは違いますでこの例がね、えーまあ、私がバリで体験したことと、まあ、ちょうど同じような感じなんだろうなと思うんですけど、バリ島のランドリ料金、ランドリー代金、これホテルの代金ですね、えー、シャツ、ねえー、パンツとか、パンツにたって100円以下と、ねえー、ジーンズでも200円以下というような金額でホテルで洗ってもらえます。まあ、T シャツなら80円とかですよね。 まあ、えー、随分安いなと。日本のホテルなんてね、涙出るぐらい高いですからね。あるいは、日本の洗濯も安いと言っても、ここまで安くはないと。まあ、そうなると、まあ、ホテルで高いんだろうけど、出してもいいかなという気がします。ね。短期の旅行者なんか、まあ、それでいいんじゃないかなと。まあ、ところが、実際問題じゃ、相場はいくらなのというと、えー、これね、えー、まあ、大体1週間分の、まあ、えー、下着やら、 セーターやら、えー、セーター、セーターってね、半袖の厚いとこ向きのセーターがあるんですけど、セーターやら、えー、ポロシャツやら T シャツやら、えー、15点洗って、えー、2万ルピア、ね、約180円ぐらい。だから1点10円、10何円ですね。でもこれ多分ね、えー、旅行者なんかを、えー、結構英語でね、こうやって伝票あるように、旅行者向きにやってるんで、これでも多分現地の金額よりは安いんだと思います。 まあそれでね、3回出して、で、えー、3回目が2万、ね、で、2回目が2万1000。でも1回目は7万4000ロピアだったんですね。7万4000ロピアってね、これホテルの目の前のランドリーだったんで、まあ、多分ぼったくったか高く設定してると。まあ、それでもね、えー、この、えーまあキロ、キロでやるんですけど、まあ、確かで 3. 3, 3点何キロだったかな。 ぐらいで、えー、7万4000ルピアと。まあだからそんなぼったぐらいというか 2, 2倍強化ねぐらいの金額設定でした。まあ、ところがね、えー、7万4000ルピアだったってこれ700円以下ですから、まあ、こんなに洗ってもらって700円なのというのでね、えー、10万ルピア出してね、お釣り全部あげようかなと思ったけど、まあ小銭にもあった方がいいかなと思って5000ルピアだけあげたと。ねえー、だけど、実は高かった、ね。だけどこれね、 バリの洗濯代金は日本と比べてもずいぶん安いとら。ボッタクライターもなお安いんでね、初めのとこだけで7万4千ルピアだったら、まあ、これでもね、別に、えーまあ、安いなバリはというので終わっていったと思います。ねえー、で、まあ、仮にこれが倍の15万ルピア払っても1000いくらか、まあ、多かったからしょうがないか、ホテルで出すよりはやっぱ半額以下だねというのでね、えー、気づかなかったと思います。だからね、えー、ボッタクライターのようにこっちも満足と。 ね、ぼったくらい経って気づいたら面白くないなと思う人もいるでしょうけど、まあまあ別にそれはそれでね、大した金額じゃないし、安いんでいいんじゃないのというのがね、私の感覚でした。であと、タクシー代金、ね。これもう幅あって面白いぐらいですね。えー、バリの空港でね、えー、公式のスタンドじゃなくてもう、もうすごいね、あの、なんですかね、夏の、えー、夏のオーストラリアって言ってもオーストラリアわかんないか。えっ、ー、とね、 そうですね河原に行ってバーベキューやってて夕暮れ時の蚊が寄ってくるぐらいね、もうブン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 来ますね。で、次から次へと来てね、もう値段もめちゃくちゃですよね。俺は安いね、100万ルピアだって言うんでね。100万ルピアってね、これ、バリの公式から考えても、えー、バリの公式タクシーカウンターあで、ちなみに公式タクシーカウンターってね、おそらく公式の,そのスタンドを持ってるところへの上納金があるんでしょうね。普通の相場の大体いい倍ですね。 それよりもさらに10倍吹っかけてくると。で、メーターで、正規で行くと、まあ、2万から3万ルピア、このクタの場合ですね。大体いいそれぐらいです。まあ、だから2、300円ってことですよね。まあクタまでのタクシーは利用してないんですけど、ビーチウォークからね、今いるジンバランのホテルまでタクシーで21分。まあ、それで、ウーバーだと4万5千から5万8千。で、 えー、グラブタクシーだと、えー、やっぱり同じぐらい4万2000から5万4000。でね、これの距離が半分ですから、当然値段はこれの半分ぐらいになると。だからメータータクシーだと、えー、大体2、3万ルーピアで行くはず。だけど、まあ、そんなタクシーを使まえることはまあほぼ不可能。でね、まあ普通に空港のまあ公式で、えー、ぼったぐらいたとしても、えー マイいくらだ ?20 万。仮に25万って言われても2000ちょっとですからね。まあそんなもんかなと。日本はあらゆる物価が安いって言ってもね、タクシーだけは結構ね、高いですからね。まあ日本人だと、まあちょっと高いかなぐらいでぼったくらいたって安いタクシーに、えー、乗る機会がなかったらわかんないと思います。まあ、タクシースタンダードだと何しろもともとね、2倍になってるわけですし、まあ普通の標準的なね、えー、旅行者の人はこの Uber だのグラブだの使うとは考えにくいんで、 えー、まあ大体、まあ、そんなもんかなという感じでね、えー、ぼったくられても気づかないと。えー、40倍ふっかけられてもね、えー、日本の空港から4、5エまでのタクシー料金と比べれば変わんない。あるいはね、成田から東京駅は2万超えますしね、羽、ま、田、あ、から都心に行っても8000、まあ混んでれば1万円近く行きますからね。まあ、そう考えると、まあパ、えー、リでちょっとぼったくられたかなと。ね、2、3倍ぼったくられたかなと。まさか40倍ふっかけられたとは、多分、 日本の人だとと気づかないと思い思ますつまりね、基準となる物価が違いすぎると、高く売ってもね、安いと感じて買う人がいると。まあ、オーストラリアって何しろその、ダイソーにある商品よりはるかに品質の低いものを、えー、1000円ぐらいでね、売ってるのが普通のホームセンターですから、まあ、そこから考えたらね、ダイソーの商品を1500円で売っても、まあ、まあちょっと高いけどしない,いしね、 アマゾンであの買い物行く面倒くささがないからいいねというのがまあ普通の感覚だろうなというふうに思います、まあ、つまりね、まあ、そういうことなんでオーストラリアでね、えー、ぼったくり、まあ、ちなみに英語だとリップオフって言いますけどと言われるためには相当な上乗せが必要とアメリカだとね高く売ってるものだとたまにこのリップオフっていう単語出てきますけどまずオーストラリアのレビューでねこんなのつかないと思います 逆につくとすると、それはうるさい人を対象にした商品であるということが考えられるんで、えー、まあ、避けといたか無難かな、あんま儲かんないかなという気がします。10倍ぐらいの上争水じね、えー、その、100円のものをね、えー、1000円以上で売ってるというふうに思われるというよりは、オーストラリアだとね、えー、ないものをたった1000円、2000円で売ってくれるというふうにね、感じて買う人が多い。まあ、これがね、ダイソー商品でいいんじゃないかという、えー 理屈というかね、えー、考え方ですでところがね、このパリのタクシー代金を調べててね、まあ、実はリッツ・カールトンで空港送迎を使うといくらぐらいかなと、まあ、多分このぼったくり料金の7 8000円っていうのがね、リッツ・カールトンの、えー、リムジンサービス、まあ、ただその代わりリッツだといい車でね、えー、ちゃんとした人が運転あの出迎えてくれて、でしかも運転もね、えー、荒くはないだろうから、まあ、使うのはありだと思うんですけど、 まあなんとね、ファーストクラスに乗ってリッツ・カールトンに滞在したという日本人がいたので、まあ、当然リムジンサービスを使って、ね、値段分かるかなと思って記事を読んでびっくりしました、ねえーなんと。リッツ・カールトンスパ、ね、2名で580万8000ルピア、ね、約5万4000円のスパこれを体験した後で、ね、なぜか街中で2名で30万ルピア2790円のスパを受けると。普通の まあえー、お金、ね、入ってきても使っちゃう、あるいは、ねまあ、浪費か貧乏人、んというか分からないですけど、まあ、普通より若干お金使うの好きな私の感覚で言うと、5万4千円のスパを受けた後でよく30万ルーピアのスパを受ける気になるなと、ね、これに逆に耐えられるから金がたまるんだろうなっていうのを、ね、痛感しました。それとね タクシースタンドでね、このスパの帰り、タクシースタンドでタクシーを頼むと9万ルピア。ね、えー、スタンドは、えー、倍になってますからね、えー、9万ルピアなんですけど、それ高いからと、安いタクシーを呼ばして利用したとで。500円の節約なんですけど、これ呼ばせた、どこで呼ばしたんだろうって、若干気上がりですよね。タクシースタンドにいた係員に呼ばしたならちょっと気の毒すぎますよね。あるいはスパまで戻って、えー、スパで、 頼んだのかもしれないですけど何しろそんなめんどくさいことをして500円節約すると。ファーストクラスに乗ってリッツカールトに滞在するなら500円どうでもいいような気がするんですけど、まあ、このどうでもいいような気がするから私は金がたまらないのか、あるいはね、それはビシッとね、閉めないと、えー、金がたまらないのか。まあ、はたまたね、普通の私の、普通の私のっていうか、私の感覚だと500円削るなら別にバリ行かなきゃいいのになと。 思うんですけど、まあ、わざわざバリにはファーストクラスで行ってリツカルトン止まる。でも500円は節約すると。この、この渋さがね、えー、日本の普通の感覚なのかなと逆に思いました。まあ、そういえば私は日本ではかなり浮いてたからね、えー、日本の感覚とはちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、それにしても、まあ、日本でやっぱね、高く売って儲けるっていうのはね、 えー、すごい難易度の高いことなんだなっていうのをね、この記事読んで痛感しましたね。まあ、結構普通に喋、えー、ってますけど、かなりのショックを受けましたね。だって、ファーストクラスに乗ってリッツカルトンに泊まって、そしたらね、ホテルのリムジンを往復頼んで、まあ、なんかそのバリのね、えー、その何ですかね、えー、庶民の暮らしとは違う世界にいた方がなんか快適な気がするんですけど、わざわざそのね、 リムジンサービスは一切使わず、安いタクシーを呼んで、安いモールに行って、でタクシーで500円をケチると。この感覚がもしかしたら普通の日本人の感覚。普通よりちょっと、ね、厳しいかもしれないですけど、高いもんは使わないと。ボッタぐらいの500円でも1000円でも嫌だというのが、ね、日本の,その金銭感覚なのかなという気がしました。でもね、オーストラリア人はそんな渋い人はまれなんで、 まあご安心を、まあ、実際ね入れれば分かりますけど、えー、別にダイソー商品10倍で売れる商品は普通にあります。まあ原10倍以上でね、えー、普通にもうあのランキングついて売れたというのを確認できる商品も出てきてますんで、えー、ダイソー商品一本やりってわけじゃないんですけど まあダイソーがね、選びやすいし、何しろ仕入れが100円なんで、えー、もしもね、えー、売れない商品が出ても、精神的ダメージも、金銭的ダメージも少ないんでね、まあ、慣れるまではだ、まずダイソーで行こうという形でね、えー、サポートしていきたいと思いますんで、またね、ね、えー、物価の権利については、まあ、今以上にすごいショックなんというかね、えー、すごいことがいっぱいあるんですけど、いろいろ喋ってるとね、えー、何の記事だか動画だかわかんなくなっちゃうんで、何しろね、 日本の感覚と違って、オーストラリアなら大小消費でも高く売れると。でその、ねえー、理由づけとして、この物価がね、もうあまりに違いすぎると、高く売ってもね、高いと思われないということがたびたび起こるというのをね、えー、理解していただければと思います。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。